はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、第3のビール。朝日の冬の乾杯。また冬限定か。多いなぁ。だいたいさ、秋と来てさ、冬だってさ、もうなんか、秋、冬でなんか、ブワー来たよね。もう秋の時点でもう、ドワーっとなんか新商品が出て、で、さらになんか、もう、ねえ、冬っていうことで、なんか連続してまた冬で、またビール。ねえ、でも、春は多分そんな出ないと思う。ビールの、基本的に出やすいって、やっぱ、夏、秋、冬だよね。春は全然出ない。限定醸造。アルコール度数 6%。華やぐ香りと飲み応え。原材料が発泡酒、麦芽とホップと大麦とコーンとスターチとスピリッツ、大麦。あ、よかった。これ糖類入ってないわ。これ糖類入ってないわ。これなら安心だな。もういい加減糖類はやめてくれ。マジで。なんでビールなのに糖類入ってんのっていうのが多かった。そう、じゃあ乾杯。ちょっと色が。ちょっと琥珀色っぽい。うん、美味しい。ああ、これちょっとあれだ。あれだ。ちょっと、琥珀タイプのビールなの。味が。ちょっとなんか色が琥珀っぽい。うん。味もね、なんかね、ちょっと、ほろ苦系の、ちょっと黒ビール混ぜた感があるね。うん。うん。普通に美味しい。間違えた。冬のパーティーシーンを楽しむために醸造した限定新ジャンル。気分を盛り上げるホップのフローラルで、ややスパイシーな香りとアルコール度数 6% に醸造したパーティーフードの味に負けない飲み応えがある味わいが特徴です。パーティーね。クリスマス、もうなんか、クリスマスの音楽してましたよ。なんか、どっかの、スーパーでさ、まだ1ヶ月以上あるんだけどって。おかしいよな。まあ、でも冬にビールってそんなに飲まないと思うんだけど。言うて俺ですらビール飲まないですよ。ほとんど。もうビール、夏でも、終わり。あと新商品が出たら買ってるけど、もうあとそれ以外一切買ってない。パーティーフードって言うけど、クリスマスの時ぐらいだろ、パーティー。クリスマスの時でも、普通シャンパンだろ、クリスマスって。ケンタッキー買って、シャンパン買って飲むじゃん。普通ビール買わないっしょ。ね。そんな買わないと思うんだけど。
ほのかに、ちょっと苦めかな、若干苦め。あ、そういえばもうそろそろあれか。なんだっけ。ワインのな、ボジョレ・ヌーボーが出るわ。今年のボジョレはうまいらしいです。10年に一度だか。あれ、100年に一度の出来とか言ってなかった。確か。だから2年前だか、1年前、去年のやつがめちゃくちゃなんか不作とかって言ってた。去年だったっけ。なんか珍しく不作で、なんか、むちゃくちゃまずいって、なんか酷評してたけど。まあそれで俺買ったんだったよな。その時に買って飲んだけど、全然わかんなかったからね。何言ってんのこいつ。ボジョレーはね、あれ浮かれてんの日本人だけらしいっすから。ボジョレーまずいの今年じゃ、去年じゃなかったっけな。だいたいボジョレーもよくわかんねえな、もうこれ。ボジョレー。俺去年買ったよな、確か。2015年のボジョレ・ヌーボーは、記憶に残る素晴らしい出来栄えだって。なんでもいいわ。飲み比べたいよね。まあ、できないけどね。まあ、2015年やつと、その一番まずかったっていう、去年だったかの、不作のあれね。飲み比べてみたい。解禁日が、11月の19日らしいですね。あと、5日か。2012年か。あれ？もう3年前。2012年のボジョレが、ボジョレ史上最悪の不作だって。あ、もう3年前なんだね。俺去年かと思ってた。いやー。嫌だね。うん。去年だと思ってたわ。なんか、うん。で、これ、今年に確か2012年俺買ったんだよ。ボジョレ。で、飲んだんだけどね、全然ね、普通にね、普通のワインだったんですよ。ワインは全然わからん。もうわからん、ワインなんて。まあ、とりあえず飲むけどね。2014年、去年が、エレガントで味わい深く、とてもバランスが良い。で、2013年、去年、一昨年か。一昨年が小粒だが味の濃いぶどうが収穫できた。それ、なんか、なんの感想だよって。味の感想じゃねえじゃんって。で、ボジョレ史上最悪の不作が12年で、11年が、近年の当たり年である2009年に匹敵する出来。でね、今年がね、すごいらしいです。過去100年の、に、一度の出来とかなんとかって言うとった気がする。だって2009年が過去50年でも素晴らしい出来って書いてあるから。で、その次の年も同じ2009年と同等の出来だから、2009年がかなりいいということになりますね。2009年がかなり良くて、今年がどうなんだろうね。
今年のボジョレの評価は、今年がですね今年が何だと、わかんない、未だに出てないのか、てか出てないのかっていうか、まだ発売してないからまだわかんない。その可能性はある。まあ、ボジョレ言うてんの、結局、日本人だけとかって言ってたからな。うん。まあ、とりあえずね、解禁日にならないと、出来が、味の評価がまだ来てないということで、2015年の評価は、まだ起こらないということですかね。うん。それは楽しみですね。まあ。まあ、うん。まあ、どうでもいいけど、まあ、買うは買うけど、あんまり期待はしてねえけど。スターオーシャン5。欲しいね。欲しいな。スターオーシャン5。音楽もいいじゃん。4はね、あんまりよろしくなかったんで。スターウォー4はな、音楽は良かったんだけど、システムが良くなかったもんな。これが、スタオ5。プレステ4は持ってないんで、プレステ3版。買いますけども。ね、全く関係ない話ですがね。めちゃくちゃやりたいけども、また3の時みたいに、クソゲーにならないことを祈ります。3じゃないや。4のように、ね。3は神ゲーだからね。4はクソゲー。うん、売ったからね。売りましたからね。一番ね、スターオーシャンシリーズで一番クソだったね。クリアして売った。クリアして、裏ダンジョンやったけど、裏ダンジョンクリアする前に売ったっていう、クソゲープリ。あれはない。音楽だけは良かった。戦闘曲だけは良かったけどな。甘み。うん。スターオー5か。スターオー3がめちゃくちゃ面白かったね。まあ、これも三つ星でいいでしょ。4、2、3。3です。ご視聴ありがとうございました。